あれ？これちょっと待って、音量間違えた。音量間違えた。すげえうるせえ。オッケーオッケー。これは音量合わせた、音量合わせた。てってってーん。ててててーん。ててててーん。てけてん、てけてん、でんでん。生放送でゲームやってると大体モンハンって言われるね。あれは何なんだろうね。モンハン人気だしね。で、さっき音うるさくなかった？大丈夫？なんかいつもよりも音が3倍ぐらいになってた。音量が。お、キノコ。あ、キノコもなんか今さっき白キノコもなかった？白キノコ。ここは行き止まりだ。これはなんかね、いいね。ここだけで食料が賄えちゃう、この感じ。あとは器があればもうスープ飲めるよ、これね。いいね。地下に潜っていながらして、豪華な食事を。ここ怪しい。ここ怪しい。やっぱり。ああ。ああ、天然の丸石製造機や。あ、これは便利だ。便利だな。便利だけど、ここに来るまで不便だな。ここに来るのが大変だ。で、大変なことに気づいたんだけど、防具を作るの忘れてた。ね、ちゃんと皮をね、牛どもの皮を剥いで、防具作らないと、作ってから、こうやって地下に来ないと大変危険だと思うんだけれども、割とヘルメットだけで来ちゃった。ヘルメットだけじゃ危険なんですよね。危な。ヘルメットだけじゃ危険なんですよ。ちゃんとね、サポーターもつけないといけないんだよね、大体ね。おっと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 。これでいいや。どっち行こうかな。そっち行こうかな。自転車に乗るときはヘルメットだけじゃなくてサポーターもつけましょう。自転車に乗るには免許が必要らしいですからね。この前、四つ葉とでそういう話があった。四つ葉と面白いよね。四つ葉とアニメ化されないのかな。アニメ化しないでほしいけど。しかし、なかなか遺跡とか廃校とか出てこないね。遺跡、ここ行き止まりだな。どうしようかな。遠出しようかな。そして、バケツと水を汲んでくるの忘れた。バケツに水を汲んでこないと、燃えた時に割と危険なんだよね、これね。はい。まだ下に続いております。おっと、来たな。出たな、モンスター。近づいてみろ。一歩でも近づけば、この鉄の剣が火を吹くぜ。石炭もうちょっとも取っていこうかな。松明用はもう十分あるんだけど、家でさ、使う燃料用の石炭がね、あんまり多くなかったと思うんだよね、今ね。持ち合わせが。石炭もいくらあっても困らないタイプのものなんだけれども、あれだよね。実際にいくらいっぱいあると、割と邪魔になるよね、これね、石炭ってね。なんか昔は全然石炭が出なかったんだけどね。今の時代はいい時代になったもんだよね。ね、これだから最近の若い子は、ね、我慢を知らずに石炭で、ね、精錬とかしちゃうんだよね。
わしの時代には、ね、木を凝って、ね、苗を植えてから、精錬したもんだが。はい。とりあえずそっち行ってみようか。しかしこれはあれだな。本当に、廃坑とか遺跡とか探すためにまずエンダーさんを倒して、あの目ん玉は手に入れないといけないレベルなんじゃないの？これ。全然ないよね。そういう感じの廃坑的なものね。ちょっと新ワールド試してね、新ワールド作ってね、試しに洞窟潜ってみたら、すぐ廃坑あったんだけど。だからそんなレアじゃないと思うんだよね。ただこう、ないところにはないんだよ、多分。お、ニコイチピッケル。ガギン。じゃあ夜になる頃を見計らって地上に出よっか。地上に出て、そして先輩を殴り倒す。おっと空間音？おっと空間音？これは広い感じ？広くなってる感じ？広くなってない感じ？広く金がある。上にも空間がありそう。上にもありそう。上にはなかった。でも金はあった。よしよし、いよいよ。いよいよ。このたまにキーボードが暴発するのを除けば相当いいよ、これ。これ何なの、これ本当に。 何なの？ああ、なになび、ちょっと待って、この状態、ちょっと待って、ちょっと待って、あの、足が止まらない。止まった。なんなんだろうな、本当に。また、やめて、これ、右か？右に移動してるとき、多分右を押すとね、治るんだよ、これ。あ、治った。これちょっと JDK 消そうかな。多分ね、JRE だけだと多分ならないんだよ、これ、きっと。きっとそういう類のバグだよ、これ。なんか、わからんけど。わからんけど、だって入れた日から鳴り始めたもん。JDK。すべての悪行はオラクルが、ね、アルクル、オラクルがすべての、ね、元凶だから、きっと。オラクルがサンをね、買収しちゃうからダメなんで。ここは随分低いですね。こういうところで、あれだよ、キーボードがね、押されっぱなしバグが起こってしまうと、これ危険なんだよな、これな。だから早いところバグかなんかわかんないけど、不具合を直さないとね、命に関わるんだよね、このゲームの場合ね。ああ、危ない。今、またこのバグが動いてる。これ前に進んでるな、前に進んでるな。よしよしよし。やめてやめてやめて。もう、いや、諦めよう。諦める。ちょっとね、元の勉強しようかと思ったけど、諦めて。JDK とかいうやつを消す。これは。消して直らなかったらもう一回入れる。おっと。あ、そろそろ夜だな。上行こっか。よし。地上に出よう。ダメだ、ここは。全然廃坑見つかんない。それとも何か、あれかな？なんか、キーボードをロックする Windows の機能とかあったよね、そういえば。シフトを押しながら的な、シフト5回押すとキーボードロック機能が有効になるとかね。あれ系かな？あんなあったよね。よく覚えてないけど。
あれ系かな、バグじゃなくて。しかし、どっから地上に上がろうか。こっちかな？こっちかな？こっちじゃない。いや、こっちだ。こっちから、こう、もうなんかもう面倒になった。面倒になった。こっから上がっていこう。こっから。意地でも上がっていく、こっから。だってもう夜だもん。エンダーさん早いとこ倒さないとね、エンダーパールさっぱり集まんないんだもん、これ。エンダーさんから目ん玉をカツアゲしないといけない。本当に終わらないからね、これね。エンダーパール集めないと。別にマインクラフトを終わりたいわけじゃないんだけど、マインクラフトを終わりたいんじゃなくて、このね、毎日動画を上げるっていうこの行為が、割と、なんだろう、面倒だなって思い始めたんでね。楽しんでるけどさ、なんかもっと自由にね、ゲームというのはなんかなんかね、つかのの自由に、ね、なんだろう、ともかく、好き勝手に遊びたいよねっていう話でした。お疲れ様でした。さあ、地上です。そろそろ地上です、多分。これね。地上じゃないですね。天井がありますね。おっと。あ、十字キ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 、あ、ちょっと十字キ。マジでこれ。